陸軍中野学校。陸軍中野学校は、情報や防衛、宣伝など秘密戦に関する教育や訓練を目的とした大日本帝国陸軍の軍学校、実施学校で、情報機関。かつての所在地は、東京都中野区中野4丁目付近で、公明の中野は地名に由来する。偽装用の通称号は、東部第33部隊。 創設の動きは1937年、昭和12年、戦争形態の加速度的進化で暴力の重要性が増し、日本が世界的な潮流からの停滞を余儀なくされることを恐れた岩黒秀夫中佐が参謀本部に、情報暴力の科学化という意見書を提出したことに始まる。同年末、陸軍省が中心となって、その創設を決定。岩黒、 秋草春、福本亀次各中佐を中心として1938年、昭和13年3月に防具用研究所として新設。同年7月より、特殊勤務要員、第1期学生19名の教育を開始した。1939年、昭和14年5月に、同研究所は、広報勤務要員養成所に改編。7月には、第1期学生の卒業を迎える。 1940年、昭和15年には陸軍中野学校と改名し、1941年、昭和16年には参謀本部直轄の軍学校へ転身する。その存在は陸軍内でも極秘とされていた。創立当初は東京、九段、現在の東京都千代田区、九段の愛国婦人会本部の別当が仮校舎であったが、1939年、 昭和14年4月に、旧電信隊跡地の中野区囲い町に移転。1945年、昭和20年4月、空襲の激化に伴い、群馬県富岡町に疎開、富岡中学校などの施設を利用して抗議が行われた。当初は純粋なスパイ技術養成機関であったが、太平洋戦争、大東亜戦争の開戦を機に、ゲリラ戦術教育機関、 アメリカ陸軍の特殊戦スクールに相当へと変貌する。1938年の開港まで統合された教育機関がなかったため、日本軍にとっては有意義であったが、遅きに失した感はある。1944年、昭和19年8月、静岡県二股町、現在の静岡県浜松支店竜区に遊撃戦、ゲリラ戦の要員要請を主たる目的として、 陸軍中野学校二股文校が設立された1974年昭和49年ルバング島から帰国した小野田博士郎やインドシナ戦争中にベトミンの区案外陸軍士官学校教官を務めた谷本菊夫が同校の卒業生であった学生は陸軍士官学校陸軍予備士官学校陸軍共同学校1943年 昭和18年8月廃止出身者から選抜された。その大半は、一般大学卒等の学歴を持ち、姿勢を経た、公主幹部候補生、陸軍予備士官学校卒出身者であり、ついで共同学校卒の可士官出身者が多く、陸軍士官学校卒の者は少数であった。1945年、昭和20年1月3日に、 中野学校に入校した第8期生150名のうち90%以上は一般大学や高等専門学校の出身者で東京帝国大学、現在の東京大学出身者が最も多く、ついで拓殖大学、東京外事専門学校、現在の東京外国語大学、そして早稲田大学、慶應義塾大学、明治大学等が続いた。 名門とされる一般大学出身者から数多く選抜された理由は、長報員として幅広く高い学識と冷静な視点のほか、姿勢の生活習慣に馴染んでいることが求められていたためである。一般的な職業軍人たる陸士卒の現役将校の場合、軍人としての規律や高度な軍事知識は身についているものの、その知識、監修は、 一般社会においては偏っていることから判断を誤る恐れがあったためである。また態度にも軍人らしい雰囲気を出してしまうため、商社マンや新聞社通信員等の民間人を装って、諜報活動を行う際に妨げとなりやすく、これを避けられたのである。学生は軍服を着用せず、また任務の性質上、一般人の中でも目立ちにくいように普段から、 平服姿に挑発でいることが推奨されていた。そのため、里帰り時には、親から軍人にあるまじき姿を叱責され、スパイとして、教育を受けている以上は親にも、理由を明かせず、言い訳もできず苦労したと言われる。また、軍刀を廃用し長靴を履き将校軍服を着る、陸軍将校に憧れ陸軍を志した手前、入校当初には落胆する者も,も存在した。 連生要領の中に、外なる、天行開口の藩を、明石大佐に取るという言葉があるように、明石元次郎、大佐は、日露戦争当時の階級の報告書、革命のしおりを、基本教材とし、神、アマテラスの意思に基づいて、世界人類の平和を確立する、長方向作戦士を要請していた。発行一部。 大東は共栄圏といったスローガンは一個だにされず、戦時中で最も自由主義的ではなかったかと解雇する出身者もいる。また、天皇に対する見方も自由であり、学生や教官の間で天皇制の是非が討論されることもしばしばだったという。適正語たる英語使用の自粛も全く行われず、むしろ情報能力を要請する関係から外国語の技能は必須であり、 英会話することを推奨された。午前中は、情報、暴略、防御用などの秘密戦に関連する学問の講義と、実践、午後は自習となっていた。ここで言う、情報とは、情報を収集することで内外の情勢を正確に、掌握し、いかなる事態に遭遇しても素早く的確な、意思決定ができるようにすること、暴略とは、情報操作や宣伝で敵を孤立、 混乱させたりすること、防御用とは、敵が仕掛けてくる情報、暴力を探知し、それを逆利用しにせの情報を流して、敵を混乱させることである。いわゆる、スパイの特殊技能そのものの教育も行われたが、教育の中心は、情報の理論や、柔軟で優遇の効く能力の育成に置かれた。中野学校の学生は、名誉や地位を求めず、日本のステイとなって、 口果てることを心情とした。日本軍一般の教育とは異なり、生きて、旅収の恥ずかしめを受けてもなお生き残り、二重スパイとなって敵をか乱するなど、あくまでも任務を遂行すべきよう教育された。また、汚く卑怯とも言える、情報活動を行うこととなるからこそ、姿勢の心を強く持つよう教育された。講義では、対路政治暴力工作で、 日露戦争の勝利に大きく貢献した赤史元次郎が何度も紹介され、彼が学生の英雄となっていた。教官は中野学校の一期生や参謀本部、陸軍省の中堅将校などであった。2012年、平成24年に発見された一期生の卒業報告書、広報勤務要因要請書物市長期第一期、学生教育報告によると、 1361単位中1290単位が実施された。科目は、軍事学、兵器、追記、航空学など、外国語、英語、ロシア語、中国語、武術、剣術、柔術、細菌学、薬物学、法医学、実習、通信、自動車など、講義、忍術は法医学など、その他、気象学、交通学、心理学、統計学など、 など多岐にわたっている。重宝、暴力、防御、宣伝が科目の中心であったが、政治、経済、思想、宗教といった学科もあり、時には忍術の達人やすりの名人もその技を実演したという。柔道よりも一撃必殺の効果が高い上芝流の合気道が必修科目とされ、暴力機材の研究をしていた、上戸りと研究所から特殊爆弾や、 偽造紙幣の製造法等を学んでいた。また1938年、昭和13年7月に入所した1期生19人の内訳は大卒3人、専門学校卒11人、中卒4人、中退1人となっている。このような教育は1945年3月まで行われたが、同年3月10日の東京大空襲の影響により、中野学校本校は、 群馬県富岡町に移設されることとなり、これを境に教育内容も二股分校と同じく、ゲリラ船員要請へと変更され、本土決戦を想定した遊撃船の訓練などが行われた。二股分校でゲリラ船を教育され、マニラに派遣後、ルパング島に派遣されたのが、小野田博士郎商尉であり、結局一人だけ生き残り、残地庁舎としての命令を遵守していた。 各種遊撃、潜入、工作活動などを学習した中野学校出身者は、太平洋戦争中も活発に活動した。参謀本部勤務などのほか、アジア各地で各種機関を設立して、義勇軍の育成や、情報活動に任じたが、戦争末期は遊撃戦要員として、戦闘に加入した者も多くいた。沖縄戦においても、 技列空挺隊に数名が要員として参加している。1941年12月8日に始まるマレー作戦では中野学校出身者らで構成された藤原岩氏少佐中野学校教官率いる会機関藤原機関が英印軍の半数を占めるインド人の兵士に対する投降作戦展開し投降したインド人により編成されたインド国民軍が さらなる投稿誘致や軍事施設破壊などに活躍した。これは後に岩黒機関に引き継がれ、チャンドラボースを主犯とする自由インド政府がシンガポールにて樹立されることになる。ビルマの戦いでは1940年により中野学校出身者らで構成された南機関がビルマの青年士子らによって編成された独立義勇軍と行動を共にし、 日本軍との共同作戦を成功させた。乱印作戦では、第一定診断によるパレンバン空挺作戦に出身者が随行し空挺降下。また、第十六軍上陸部隊によるジャワ攻略戦においては、オランダがわらじを局に偽装して偽の情報を流し、オランダ軍を混乱させた。暴力放送に中野学校出身者が深く関与していた。 沖縄の戦い。1944年9月3月、教育出身者の村上春夫と岩波寿らが沖縄へと着任した。お六空港、玄那覇飛行場に着くと、第32軍司令部で牛島光中将と長遊参謀長に挨拶を行った。村上によると、着任の挨拶を終えた後、長勇三む参謀長から沖縄が玉砕した後も生き残り、 遊撃戦を続けろと言われたと述べている。村上は、その後遊撃隊として沖縄北部に配置され、中に進行するであろう、米軍の背後を襲うことを命じられる。また、同年9月、遊撃戦の下地作りとして森ご隊を組織し、少年兵を召集した。大きな原因は、兵士不足によるものであるが、15から16歳の少年たちが北部での遊撃戦を担っていく。 1945年3月26日、米軍が上陸作戦を開始すると、森号隊は田野武名護岳に配置された。4月には、交戦が始まり、米軍の牧や稲根キャンプを焼き払う攻撃を開始、不意をつかれた米軍は大洞へと撤退した。この後、米軍は田野岳の砲撃を開始し、村上らは山深い国神山中へと撤退している。 5月下旬に第32軍が首里の司令部を放棄し南部へと向かう。そして牛島都庁が6月23日に受決し、日本軍による組織的な戦闘は終結。森号隊は潜伏することになるが、これは事実上の解散であった。ここまでの記述は川光明陸軍中野学校と沖縄戦2018による。ハテルマ島では、 1945年2月、山下虎を注意こと、坂タ清佑軍僧、中野六期母主は小学校の代用教員として潜伏。全校生徒250名の4年生の担任となり、青年学校の重剣道教師を兼任した。その後、石垣島司令部より、波照間島に、米軍の上陸が予想されたため、全島民をり表島に疎開させ、 その後建造物一切を焼却し、井戸を埋没して、使用不能にせよとの命令が出されたが、山下は、西表島への疎開は困難であることなどを何度も、司令部に訴えたが、司令部に聞き入れてもらえなかったため、疎開を受け入れない一部の住民には、軍島で脅すなどして、全島民を西表島へ強制疎開させた。 その際、入り表島に連れて行けなかった住民の所有する二千頭、あまりの牛馬、羊や豚や鳥などを住民と共に殺処分し、処分された家畜は日本軍の食料とした。住民はマラリアの流行る南部地域に移住したため、ユブ島に移住したもの以外はマラリアにかかることとなり、多数亡くなった。戦争マラリアの項も参照。戦後は、滋賀県で工場を経営していた。 生存者の中には、今でもあったら殺してやりたい。とか、戦後訪れた際には、各団体から正式に抗議を受けるなど恨まれている。姿勢を重んじ、本気でアジア国家の独立を願った中野学校出身者は、戦況の悪化からアジア諸国の独立を迅速に達成できない、軍首脳と衝突することも多かった。二股文庫を含む、 卒業生の総数は2504名である、一説に2131名とされる。公式には1945年8月15日の敗戦をもって並行したが、その一部は以降も国内外で活動を継続していたとみられ、占領軍に対するゲリラ攻撃を計画するなどしていたという。中には身分を偽装して GHQ に潜入し、内部格乱を図った者もおり、 後の山梨県副知事、田中哲夫大尉など、GHQ の対日工作機関キャノン機関の破壊に成功したという説もある。また、インドネシア独立戦争や、インドシナ戦争、谷本菊少尉など、をはじめとする戦後の東南アジアの独立戦争に、田津沢卒業者も多くいた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。